はい、第3弾ですね。分析しています。なんで絞り込みをものすごく大きくしたんですね。どうかな。どうでしょうかね、これね。このとこだとこんな感じのリアクションだったらものすごくいいんですけどね。絞り込んだんで投資数は減ってますね。1ヶ月間で今こうですね。ですかね。これはよく切れますね。これなんですね、種なのはね。ここです、ここ。はい、終わりました。勝率 52% ですね。だいぶ違いますね。これは今、ちょっと待ってください。これディエラーコマンド前のフライトを使ってきましょう。まあ、スプレッドはだけど1になってたんですね、現在ね。これ良すぎちゃうな、スプレッド1だと。だからね、スプレッド成績いいですな。52% ね。なかなかだけども、だいぶ落ちるからね、実戦はね。どうなんだろう。一旦これ、スプレッドを10ぐらいでやってみたいですね。こんなに成績悪くなるか。
こんな感じなんでしょうね。このパソコン以外にね、右側にシグナルをちょっと消すように作ってたんですけど、出てきましたね。うん、こんな感じの上がり方だね。落ちてきて、それでいい流れですね。うん。終わりましたね。じゃあレポートどうでしょう。ああ、勝率 36% になっちゃうね。実際多分 36% ぐらいだと思うんだけど、ね、実際10だと結構きついんですね。まあそんなことが分かります。